沢登りの登りがあるよ。あれ？おはようございます。山田修作と言います。グエンと言います。グエンさん、そうです、よろしくお願いします。グエンさんはどちらの国出身なんですか？フランスの出身です。フランス、はい、ボンジュール、ボンジュール。いや、じゃあ今日は全部フランス語でやります。いや、修作さんがやってきたのは岐阜下呂温泉から車でおよそ30分のマゼ地区。この後、清流とのどかな原風景を舞台にワクワクドキドキ、レッツアドベンチャー。気象予報士修作さんが東海地方の今こそ見たい、食べたい、体感したい旬を探す旬作日和。今回はスリル満点沢登りツアー、ゴールには感動の絶景が。じゃあ今日行くコースの見どころ、はい、いいところっていうのはどういうところなんですか？初めての方は、うん、本当の沢登りの体験をやってみたいならちょうどいい場所です。景色はやばい、本当に綺麗だと思います。景色やばい、そう、本当に。フランス出身のグエンさんが代表を務めるマウンテンライフ飛騨は、下呂市マゼ地区の自然を生かしたアドベンチャー体験を企画。沢登りは身長120センチ以上なら小学生でもチャレンジ OK。 今日は何が楽しい？違う体験。今日はやっぱ沢登り。沢登りが楽しい。 Let's go。 Let's go。 早速びっくりするところをもう進んでいくんだけど。道なき道を行く、それがアドベンチャー。はい、おー、冷たい、気持ちいい。最初はこのちっちゃい滝を登りましょう。ちょうどいいです。結構足だってね。はい、レッツゴー。おー、アキトさん。一人でやらせると。お母さんの気持ち分かるけど、守りたいけど助かりません。自分で経験、失敗してもここ大丈夫ですよ。初心者コースとはいえ徐々に険しくなっていく。ちょっと開けてきたよ。おお。さっきの倍以上あるよ。OK。 2番目のチャレンジです。さっきの下に行って岩の中に登っていきます。ステップ2は立ち行。豪快に流れ落ちる水しぶきを全身で浴びる。さらに滝の脇を抜け、上へ上へと。うまい、うまい、頑張れ頑張れ、足頑張れ。オッケー。少しずつ、だんだん力ない、リカさん。もうちょっと足をしろ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 、上になってろ。オッケー、ナイス。どう、ここまで？結構偉い。偉い。はい、練習終わり。あっちはおもちゃです。おもちゃ。次は多分一番チャレンジっぽい。ロープ見えてきたよ。あそこロープにある。あれ使うのかな？一番大変なところは、海溝の外に出ないといけないので、忍者ステップっていう。左足ここをちょっと使って、あとはゆっくり、これをちょっと掴んで行ったら絶対行く、ね、真ん中ぐらいで。あ、もう怖いって。せーの、よし、スキルがいい。ステップ3は度胸が試される忍者ステップとロープを使った岩登り。あ、大丈夫。
じゃあ、あります。はい、せーの、よし。おー、頑張れ。はい、出して。おお。周作さんも忍者ステップに挑戦。ただ緊張からか、終始無言。なんとかロープをつかむと、せーの、はい、まいまい、おい、オッケー、はい、オッケー。簡単そうに見えてやってみると難しい。あ、これなんかもうマイナスイオン浴びまくりって感じがするね。これはすごいね。沢を登り続けること1時間半。そこで待っていたのは、うわー、見て、一番の滝。いやー、こんなとこあったの。おー、落差およそ20メートル、不動の滝がゴール。頑張った。どうだった？いや、結構疲れたけど楽しかった。そもそもグエンは、はい、なんでこのマゼっていう土地に来たんですか？生まれたところもの自然たくさんあります、うん、やっぱり日本に来た時に田舎か山に住みたかった、うん、まあいい雰囲気ね、あの、うん、自然だけではない、あの、うん、地元民もの文化大事、ちょうどいい場所と思った。マウンテンライフ飛騨の沢登りは10月末まで開催。そして料理が得意なグエンさん、今年3月にはフランスの家庭料理が味わえるカフェもオープン。周作さんのためにクリーム煮を意味する鹿肉のブランケットを用意してくれました。もうあのくったくたでお腹すいたんで、うん、じゃあブランケットはちょうどいいだと思う。私の生まれたところのリヨンボードとか家で結構食べるの。本当のレシピは子牛、子牛の代わりに友達の漁師の飛騨鹿を使ってます。やっぱりこの鹿食べたいね。柔らか、ほろっとほぐれたよ、シチューと。レモン効いてるね。このジビエにこのさっぱりとしたレモンは合うわ。ブランケットがフランスの名物料理なら、実はこの後マゼ川の名物も偶然発見。マゼ川、なんだろう、マゼ川全然ピンとこないっす。あゆ塩焼きとか天然ちょっと覗いてみましょう。こんにちは。周作さん。そうです、そうです。そうなんだ。そう。すいません。天気の。うわ、そう。今日本一になったんですよ。日本一？2023年。聞き合い会員ってグランプリに輝く。そうなんだ。そう、マゼ川といえば天然アユの宝庫。この清らかな水で育った鮎は味よし、香りも抜群。去年開催された全国規模の品評会で見事グランプリを受賞。ふらり立ち寄った喫茶店ミッキーでも天然物を味わえます。はい、お待ちどおさま。立派、マゼ川の天然っすよ。いただきます。ふわふわ、甘い香りが、鮎の香りがほわっと、うまっ。岐阜県下呂市の大自然と戯れ、うん、恵みを味わい、そろそろ締めの一句を。しぶき浴び、季節忘れる沢登り。今年本当記録的な猛暑だったじゃない。もわっとした空気をずっと感じていた中、沢に入った途端にガラリと空気感が変わった。しぶきは涼しくさせてくれるし、でも滝を見ると興奮するし、夢中になる沢登りって本当いいなって思った。